あ、木田さん。かわいい。今。いろんな人にかわいいって言ってんじゃねえよ。嫉妬。はい。これ貴重な瞬間ですよ、これは。ヤマトのもぐもぐタイムです。いみきさん、何食べてるんですか？ライス。なんて？ライス。ほんとだ。ちょ、食べてよ。あ、かわいい。いみきやまと、食事が似合いますね。あー。あー、やばい。あ、スクショスクショ。はい。この顔いいね。ズームすね、お前。わかってんの、俺。すいません。はい、こちら、e キッズの方々です。何や、あいつ。やば。お名前教えてください。清水ひろと。はい。いやいや、汗かく。あ、ドラマ見ました。あ、ありがとうございます。今日の意気込みを教えてください。今日の意気込みですか。まあ、建前では、建前、カットしてくださいよ、カットしてくださいよ。建前では、ずっと1位取れるっしょって思ってるんですよ。でもまあ本当はみんな上手くなりすぎだなって。僕しばらくやってない時期あったんですけど、その時期の間になんかもうみんな上手くなっちゃって。あれ何やってプライベートとかでも やってるのかな。やってるみたいですね、みんな見てください、ほら今も本当だ、ガチガチ勢だね、みんな。皆さんもガチ勢です。ミロくん、こんにちは。なんか大人になったね。なんか大人になりました。なんか前までなんか結構ちっちゃいイメージ。子供だったけど、もう髪の毛も短くしちゃって。髪の毛も短くして、可愛いからかっこよくなったりとか。ありがとう。じゃ今日の意気込みを教えてください。リクに2連覇してるので、前回もギリギリ負けて、今回3回目で、今回は秋葉はリクに勝ちたいと思います。じゃあその秋葉リク、はい、リク、あ、ゲーム中ごめんね。大丈夫、今日の意気込みは、まあ、1位取りたいと思います。え、待って、結局ここで誰が一番うまいの？リキじゃなくて。頑張ってください。ありがとう。バイバイ。バイバイ。あ、奇跡のコラボなんです。初めまして。初めまして。初めまして。前にも会いましたよね。どういう価格反応？会いましたね。会いましたね。会いました。多分前世会いましたよね。お腹がついていけないなんて。じゃあ謝っちゃダメだよ。ここ謝らないで、じゃあ来れないっていうのは僕ツッコミやから。あ大阪のノリが。そうなんですよ。汗やば。いや、二人とも、そう、もう二人ともね、汗がやばい男なんですよ。汗やばい。汗やばい。俺もやばい。共通点を。いいなぁ。で、なんだこれ、俺が似てるってこと？いや、なんか、あのノリが似てるなと思って。ノリ似てる。なんか身長も似てるなみたいな。顔もちょっと似てる。いいんですか、僕に似て。いや、いいよ。いや、多分ね、あのね、半年ぐらいでもう抜かすんですけど、身長のことを。はい。いや、みんな抜いていくから。抜いていいよ。みんなおじさんをね、ちゃんと見て、座っていこう。成長期のこの第一関門なんで、僕は。いや、俺は見届ける側なんで、門番なんで。そう。みんなが抜いていくところを俺は、あの見ていくと。見ろ、ユミキヤマト。今バカにしてたぞ、俺のこと。ユミキヤマトが岡田君のことをバカにする時がついに来たか。しないしないしない。しないよ、もう。怖い。隣やつ誰やん。誰だよ、お前。黙れ。誰だよ。その顔やめ。マジで誰だよ。あいつやばいよな。
本当にすごいと思う。この業界向いてる。この業界すごい向いてそう。やばかったな今日な。やばかったですね。俺の声がやばい。声がカサカサ。おい、砂漠の声。この後リリーベです。頑張ります。頑張ろう。みんな盛り上がってここね。今終わりました。得点会も終わりました。2部全部終わりました。楽しかったです。本当に皆さんありがとうございました。と言いながらも芋けんぴを食べようとしている木田直哉がある。いや、今から僕はですね、ポッキーチャレンジをしたいなと思いまして、ここで木田直哉が待っていたら誰がポッキーゲームをしてくれるのか、それを挑戦していきたいと思います。ちょっと、誰もいないですけど。ごめんなさい、小原さんちょっと無理です。すみませんでした。お疲れ様でした。おい、お疲れ様でした。俺としようぜ。